はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。パチンコ系実況者リュウです。さあ本日なんですが、パチンコをしていこうかなと思ってまして、皆さん残骸爆破というカードご存知でしょうか。このカードはどういうカードかと言いますと、自分の墓地のカードが30枚以上の場合にしか発動できないんですが、相手に3000ダメージを与えるっていうのはクソみたいなカードですね。でこれを今日は3連打して相手のライフを削っていくと、まあ、以前もね残骸爆破使って動画にしたことあったんですけども、その診断でねライトロードっていうぶっ壊れギミックが実装されてまして、こいつらが来たことによってなんかすげえ量の墓地壊しできるんですよね。だからアルティメット墓地壊しかまして、残骸爆破を3連打するっていうのが非常にね簡単になりました。はい。で残骸爆破 の3連打の方法は、一発目普通にその、手打ちというか、まあ、グリフォンで拾って打つで、2発目トランザクションロールバックで打つで、3発目相手のターンにトランザクションロールバックで打つっていう、まあ、この3個ですね。で一応墓地に30枚のカードを墓地に落とさないといけないんですよ。この条件はトランザクションロールバックでも無視できないんで、なんでライトロードとあとホルスと、ティアラメンツという、まあ、アルティメット三重子、墓地壊し三重子を使って、墓地壊していきたいと思います。はい。キトカロスが生きてるうちにぜひ楽しんでください。そのうち死ぬと言われてるんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あーまあ悪くない反動はしてんじゃないこれ。残骸爆破すびきしてんの結構熱いね。割と厚めではあるな。どっか入るかだな。シェイレーンから入るしかないか。とりあえずこれ一旦ティアラメンツスクリーム打つ。シェイ効果発動するか、デーモン打つかなんだけど、いやー難しいなー。いやーこれ難しい。シェイから入ってウララとかもらった方がいいか。シェイ発動。 G やめて、 G やめて、 G だけやめて、マジで G だけ本当やめて。あれ OKOKOK、 それは OK、 それは OK、 それはとりあえず OK、 とりあえずちょっとごめん、G だけ本当にやめて。まあ G、 まあ言うてやめてって言ったら突っ張るしかないんだけどね。ちなみにあ OK、もうなそうじゃね。でアーチャーフェニスさんの効果発動して特殊召喚する。であこれチューナー2体になっちゃうのか。チューナー2体どうすればよろしいんでしょう。あアムリターラいけるのか。アムリターラ行ってティアラメンツムーブするのもありだな。こっちやね。はい、ちょっと無限放題だけ本当にやめて。ちなみに2誘発されるとさすがに大体止まりますね。大体ですけど。でスタクロスの効果と、スクリームの効果発動して3枚持ち壊しながら、はいはいはい、おいいじゃないですか。いいですね、いいですね、落ち強いですね。ディアラメンツクシャトリア君の効果発動して、さあカード2枚持ち壊していくぞ。あデストルド持ちる、いいね。でベースウルフがドック主召喚されて、で異世界ペルレイの効果発動で、ペル効果発動して、まあ、レイのハート持ってくる。でレイの召喚でレイの効果てかさ、ティアラメンツのさせいでさ、なんかその制限とか禁止になってるカード多すぎるよね。まずそもそもさテラフォーミングも多分そうだしさ、まあ、テラフォーミングはクシャトリアのせいでもあんのか。テラフォーミングもそうだし勧誘語もそうなんだけどさ、キトカロス禁止になったら結構返ってくるカードあるんじゃない、マジで。っていつキトカロス使うんだけどね。って言いながらキトカロス僕は使うんですけどね。はい。グリーフかなんかでいっか。グリーフ持ってきて。ほんで、キトカロス効果発動。キトカロス対象に取る。で、ティアクシャ特殊召喚しつつ、アルティメット8枚壊し入る。はい。はい。まあ一応ね、今回は全部デッキを掘り、という、まあ、コンセプトにさせてもらってますんで、一応ね、あロールバー落ちた、ロールバー落ちた、あーいいね。でトリッククラウンが特殊召喚されて、でさらに、トリビカルマの効果も発動できる。トリビカルマの効果ってこれあと何残ってんだっけ。俺サリーク、あサリークね、オッケー。でサリーク、ほんで、トリッククラウンが特殊召喚、オッケー。でストルドを特殊して一応誘発ケアしますね。もうないと思、あったら打ってると思うんだけど、一応バルデス出しますね。一応
あまりにも一応なんだけどバロネス出してほいで一応グリーフだけ打つか。グリーフ打ってシェイを特殊してシェイを墓地に送る。そうすると融合ができるんで、これちなみにちょっとあのチューナーモンスターが足りてないんで、あのクソ強引にチューナーを用意しに行きます。ルルカロスを特殊化するんですが、ルルカロスはなんとエクシスタに、即座になるというごめんなルルカロス、すまん、おいちょっと犠牲になってくれ。でジアーネルバンパイの効果、ジアーネルバンパイの効果によってルルカロスを墓地送りながら、4枚墓地を、肥やしていく。でモンスター特殊召喚、次元の裂け目、なるほどね、これなんかクシャトリアとかかな。特殊召喚はねするね、するね、これね、これだね。でライトロード、ドラグオブライトロード出して、でビースト効果発動する。でドラグオブライトロードの効果発動する。あやべえ、ちょっと待って、これ盤面が埋まりすぎてる、やばい、ちょっと待って、盤面が盤面が埋まりすぎ問題、ちょっと待って、あライトロードビーストボールくん、ちょっとあーやばい、これチューナーおらへんな、まずいか、これやばいこと起きたか、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれな、ちょっと少々お待ちください、少々お待ちくださいちょっとねやりすぎちゃったかもしれないので、これでチューナーを特殊召喚させてもろて、こっからちょっとシンクロしに行きますね。で当てらミネルバさんを特殊召喚して、ミネルバがね結局なんかすごい量の墓地壊し入るからさ、こいつを出すことがやっぱ結局、まあ、大量の墓地壊しのまあなんだろう、準備になるんでね。で特殊召喚できるカードを送ればいいんですけども、アーチャーでいいか、アーチャーとドラグーン送って、で特殊 OK で一旦ミネルバ出して、すごいよなこのなんか圧倒的墓地壊し軍団、結構すごいと思うんだよね。ちょっと一旦盤面開けときますね、もしモンスター出てきたらやばいんでモンスター出てきたらマジやばいんで、で除外します、モンスター除外しまして、で4枚墓地肥やします、はい、はいはいはい、ああまあ言うて出てはくるか、言うて出てはきた、はい。でレイのハート特殊召喚、ほいでほいでサリーコ活動回収、まあ、これは何でもいいね、レイのハートでいいか。で何ができるんだ、あとはミネルバとか普通にやばいな、ちょっとロールバックがもう1枚足んねえか。ミネルバの、ミネルバの効果発動して、で送って、アーチャフェルスさんも出てくる、アーチャフェルスじゃねえや、デーモンバイスさんも出てくる、あやばい、ちょっといやーそう一気に落ち着き、一気に落ち着きなんだよね、一気に落ち着きなんだよ本当に一気に落ち着きなんだよ。でこれでこうして、でトロイミアグリフォンの効果発動します、あこれ足りてますね、手札切って、で最強のトラップカード、残骸爆破をセッティングして、でその効果に遅延してトランザクションロールバックを発動、自分の墓地が30枚以上存在しているので、相手のライフに3000ポイントダメ、大ダメージ、はいドーン、残りライフ6000セットで、もちろんドローはさせてもらうよ、あ OK で、さらに、カードを1枚セットに、墓地に30枚以上存在している場合、相手のライフに3000ダメージというカードがあるんですけども、残骸爆破っていう、これをね、2発打ちますね、ドローフェイズ、残骸爆破の効果を発動、ドローフェイズ、残骸爆破の効果を発動ハイバーハイバーちなみにロルバを発動したらもうあと3000ライフ削れるぜ。やっぱライトロードってマジでおもろいな、このテーマ最高におもろいわ、マジで
本当にまあ、コーのハンドマジ弱いけどな。ちなみにライトロードってさ、ライトロード毎回言ってるけど、ビースゴルフさんとアーチャーフェリスさんさ、手札切っても何もしないからさマジこのハンドがガチで弱いんだよ。でも3枚積まないと落ちないしみたいなさ、そういう話があるんですよね。おもろいんですけど、まあ、言うて結構誘発で止まりやすいところはあるかもしれないです。結構はい、もちろん止まんないこともあるけど、オチが強すぎれば、オチのマジパチンコなんだよね。本当にマジパチンコ、ラッキートリガー、ラッキートリガー。最近のさ、なんかパチンコってラッキートリガーってのついててさ、なんかその、大当たりした中でさらになんか低い確率でなんかのところ積もると、なんかめっちゃ確率がなんか優遇されて、すごい継続率のラッシュに突入するとかあるじゃないですか。あの通常ラなんか上位ラッシュみたいな、下位ラッシュと上位ラッシュみたいなって、なんかその薄いとこ取ると上位ラッシュいきますみたいなさ、あれだよ。だからその墓地落ちたら弱いこともあるんだけど、なんかマジでたまにクソっていう時あるんだよね。マジでラッキー取りか、本当にだ。あのね、パチンカスはね、ライトロード一気に行った方がいいよ。うん、パチンカスはね、特にこれちょっと今度はパチンコ実況チャンネルするわパチンコって実況していいのか。あ、でも YouTube あれか、パチンコのなんか番組みたいなやつあるからいけんのかな、多分。普通になんかホールで急にさ、リュウ実況チャンネルがさ、パチンコ実況しだしたらみんなびっくりするかな。どうだろうね。最近ちょっともう全然パチンコとかやれてないんだけど、動画はたまに見るんですよ。なんかラッキートリガーの北斗の拳のやつめっちゃ面白そうですね。何だっけな、これ北斗の拳10みたいなやつ。またわけのわからん展開してんな。ガーディアンスラムだと、ガースラ来たー。うわ、これ融合じゃん。これあれでしょ、召喚ムービーがなぜかあると言われているゴッドスライムね。神の前から、神よりも前に召喚ムービーがあると言われていた謎カードねオベリスクとかオシリスとかラーとか、召喚ムービー作られる前になぜか知らないけど、オベリスクの巨神兵もどきみたいなやつから召喚ムービーあるっていうね。うわ、ラーの抑止できた、やばい。ちょっと待ってくれ、なんかやばいこと起こせそうだぞこれ。サウンドウォーリアギータスだとない。サウンドウォーリアギータス、これはあれだな、召喚権を増やすことができるぞ。ちなみにベーダウパニシャット、なに、あ、これもしかしてスケールゼロだから採用されてるやつ。2体でアルマデス、出た。あれじゃん、デュエルリンクス時代超活躍したと言われてる最強カードね。デュエルリンクスの超初期の頃は、なんかレベル5シンクロがあんま強いのになくて、まあ、あるまで最強だったって言われてますね。はい。さあ、レッドリゾネーターの効果で、ゴッドスライムの打点分だけがライフが回復されて、はいはい、なるほどですね。なるほど、わかりません。これは一体何がしたいんでしょうか。さあ、イニシエの呪文の効果を発動。イニシエの呪文によって、ラーの抑止流の、召喚権が1回増え、そして生贄を束ねる力を発動することができる。何、やばい、ちょっとクソラテンなんだこれ。ラーの抑神竜現れよ、不死鳥となりて。ラーの抑神竜の効果、お前やばいことしようとしてるぞこれ絶対。支援の患者、おい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 、ちょっと待ってくれ。またか、またか、またか、おいマジ、ラーの抑神竜まともに使ってるやついないってこの世界に。またやられてるって、ラーさん。そんなんでいいんですか、あなた。まともに使ってるとこ見たことないですよ、あなた。